侍ジャパン勝利、台湾が大興奮。野球日本代表、侍ジャパンは17日、ラグザス、プレゼンツ、第3回、WBSG、プレミア12グループ B のキューバ戦に、7対6で勝利し、スーパーラウンド進出が決定した。この一方には、台北ドームで試合を行っていた、チャイニーズ台北の選手やチア、ファンも大喜びだった。日本は、台湾、天母野球場での試合に勝利。同じタイミングで台北ドームで行われていたチャイニーズ台北対オーストラリアの試合では、9回の攻撃を迎える前に場内のビジョンで日本勝利の瞬間が映され、ファンやチアが歓声を上げて飛び跳ねていた。同戦に先発し、チャイニーズ台北のベンチにいた元西武のクオ・ジュンリン投手や元ロッテのチェン・グアンユー投手ガッツポーズし、まるで自国が勝利したかのように喜んでいた。チャイニーズ台北はオーストラリア戦に11対3で勝利。勝利しても日本が負けていれば、この日スーパーラウンド進出は確定しなったが、日本が勝利したことで、グループ B2 でのスーパーラウンド進出が決まった。一緒に東京行くんやぜ。なんて優しく美しい関係なんだろう。涙出るわ。嬉しいね、やっぱ台湾最高だよ。マイルチャンピオンカップ当たったような感じなのかな。これで台湾に親日家がまた増えたな。自分らの進出がかかってたのか、だから喜んだ。別に、自国がこのままなら決定だからだろ。これで東京で台湾チアが見れるね。他国の勝利を祝福する台湾、素晴らしい国ですね。日台にとって最良のシナリオだった。まあ、当然の結果とも言うが。台湾の人たちは本当に素晴らしいですね。アジアは僅差だね。次は普通に考えて負ける可能性が大きいな。賛否はあるが、普通に台湾チアよし。日本でも見たいです。ソラー通貨が確定するんだから、喜ぶでしょ。でも、台湾おめでとうございます。なんで、そんなに、我がことのように喜んでくれるの？ほんとありがたい。信頼できるご近所さんは、台湾さんだけ。我が友、台湾ありがとうございます。